レスター・デルレイはアメリカの SF 作家、編集者。デルリー、デルリーなどとも表記される。ミネソタ州生まれ。妻は SF 編集者のジュディリン・デルレイ。SF 編集者としては、先鋭的であったジュディス・メリルと比較すれば、もちろんのこと、ドナルド・アールハイムラと比べても、保守的であった。妻と共に、デルレイブックスを設立。作家としては、 原子力を扱った長編、神経繊維、ナーブス、ロボットモノの,の短編、愛史のヘレンヘレンオーローイが代表作とされる。神経繊維の元となった短編は1942年にアスタウンディング誌に掲載され、読者の人気投票で100%の票を得るという大絶賛を浴びた。愛史のヘレンはロボットモノの古典に数えられている。ノンフィクションの著作もある。 ジュブナイル SF を得意とした。日本語では、レスターデルリー、レスターデルリーとも表記される。デルレーが、パルプマガジンで小説を発表し始めたのは1930年代末のことで、SF 黄金時代の始まりとほぼ同じ頃である。彼は、当時の SF 界をリードしていたアスタウンディング氏と、その編集長ジョン・ W ・キャンベルと深い関係があった。 1950年代には少年向けの SF 小説においてロバート・エーハイン・ライニやアンドレ・ノートンと並び称される地位を築いていた。この頃、彼はエリック・バンリンというペンネームも使っている。売れない頃でルレーはニューヨークのレストランでコックとして働いていた。1945年に2番目の妻ヘレンと結婚するとこの仕事を辞めて専業作家になった。 1947年のワールドコンでスコット・メレディスと出会いスコット・メレディスの文芸エージェントの会社でマネージャーとして働くと同時に作家が送ってくる原稿を読む役目を担うようになったその後彼はいくつかのパルプマガジンの編集者として働き単行本出版社でも働いた1952年から1953年に 彼が編集したパルプマガジンとしては、スペース SF、ファンタジーフィクション、サイエンスフィクションアドベンチャーズ、ロケットストーリーズ、ファンタジーフィクションがある。編集者として最も成功したのは、最後の妻ジュディリンと共にバランタインブックスで働いていた時で、そこで SF 専門のインプリントであるデルレーブックスを1977年に立ち上げた。 1957年、デーモンナイトと共にアマチュア雑誌サイエンスフィクションフォーラムを共同編集した。この雑誌内のシンボリズムについての論争の結果、ジェームズ・ブリッシュの短編、コモン・タイムの分析を書くというナイトの挑戦をデル・レイが受け入れた。SF が文学のジャンルとして成長し学校でも教えられるようになると、デル・レイはその流れと戦った。彼は、 このジャンルに興味を持っている学者らは、私のゲットーから出ていくべきだと述べた。デルレーはまた、SF を発展させるには、その批評を、いわゆる主流文学の観点ですべきではないし、主流文学の価値観で良し悪しを判断すべきではない。主流文学の価値観にはめられたら、これまで SF が言ってきた、選択の自由は消え去るだろう。それらは、一般的には良くない選択だが、 SF の発展には必要であると述べている。デルレイはニューヨークに実在したトラップドアスパイダーズという文集の集まりの一員で、それがアイザック・アシモフの作った架空の黒ホケクモの会のもとになった。アシモフの小説では作家のイマニュエル・ルービンがデルレイをモデルとしたキャラクターである。デルレイはしばしば自分の本名はラモン・フェルペア・ルバレス・デルレイ、または ラモン・フェリペさんファン・マリオ・シルボ・エンリコ・スミス・ハート・コート、ブレース・シエラ・ヤルバレス・デル・レイで・でロス・ウェル・デスだと称していた。また1935年に自動車事故で家族ほぼ全員が死んだとも主張していた。しかし、彼の妹によれば本名はレナード・ナップで、1935年の事故で死んだのは彼の最初の妻だけで、両親や兄弟姉妹はその事故で死んだわけではないという。 長編短編、ありがとうございます。